皆さんこんにちは。今日はシレジア美術館に来ています。9月12日は文化遺産の日ということで、今日は一ズロチで入ることができます。一ズロチは約日本円で30円くらいです。シレジア美術館は1929年に建てられた古い美術館ですが、2015年に炭鉱跡地を利用した場所に移転しました。ここの隣にはノスプルという放送交響楽団のホールや、上に登れるところ、これはもともと炭鉱を掘り上げて持ち上げるための滑車がここにありました。その隣には美術館群、これはガラス張りでできたとても新しい建物です。この放送交響楽団と美術館、そしてもう一つスポデックというスポーツなどを観戦したりコンサートをする建物がありますが、ここを3つまとめて文化ゾーンと呼ばれています。今日はシレジア文化の説明を聞いてきます。ポーランドで有名なマテイコの作品やベクシンスキの作品、それから今の時代までの画家が飾られています。毎週火曜日は無料で入ることができます。私のとてもおすすめの美術館です。特別展示展では塩田千春のカウンティングメモリーが開催されています。これは何万本もの糸を使って人間のこんがらがる思想を表しています。ドイツ人のオレンジ売りのおばあさんです。この作家はユダヤ人の日常を多く書き残しました。おばあさんの顔からは絶望や生活に対する不安が見れます。オレンジの色は南国の陽気さ、生活への希望を表しています。この作家は裕福な家庭で育ち成功した作家ですが、アルコールの問題があり、その時に飲んでいたアルコールを画面の片隅に書いています。これは化学番号でどんなアルコールを飲んでいたかが分かるようになっています。サイレジア地方も訪ねていました。マルチェフスキーは象徴主義の画家です。3人の天使はギリシャ神話の象徴をしています。1800年代のポーランドの女性たちです。ポーランドがいかに豊かな国であったかが衣装から見て取れると思います。古典派の絵画以外にもベクシンスキー、彼は特筆すべき画家。ベクシンスキーは終焉の画家と言われ、死、絶望、敗退などをモチーフに用いました。妻が亡くなり息子は自殺し、最後は別の息子に刺されて殺されてしまいました。ヴァニェックは私が好きな画家です。タートロシュロンスキーの背景にも使われていたほど綺麗な絵です。近代の絵に移りたいと思います。これは面白い絵で、女の人が笑いながら男の人の大事なところを蹴っています。この絵はどう見てもサイコです。何が見えたでしょうか。体を使った芸術ですが、これらのものは日本だと規制に引っかかって展示できないかと思います。ちなみにタイトルは王様とお姫様です。シレジア地方に深く関係しているアートです。炭鉱の守護神であるセイントバルバラ、聖バルバラが描かれています。石炭を掘った作品です。聖母と炭鉱夫の仕事の様子が描かれています。これはサイレジア地方の衣装と町の人たちの様子です。家族がみんなで住むことが多いです。ニキショービエツの町、ナイーブアートという分類の絵です。架空の動物たちがフランスの天平画と同じ手法で描かれ、おなじみの聖母マリアですが、戦争をしないようにとの願いが込められています。窓の前に座っているのはスラブ地方の水の妖怪です。日本のカッパというところでしょう。一度では見切れないほどたくさんの展示があります。何度も足を運び、お気に入りの作品を見つけることをお勧めします。地下には炭鉱の歴史や劇場の衣装なども飾られており、本当におすすめです。